はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。本日は2023年の8月17木曜日でございます。今日はですね、こちら東京ディズニーシーにやってきました。今回の映像は後半編ということで、今現在ですね、ブロードウェイミュージックシアターの BBB に今から見に行くところでございます。お盆休みですので、もう恐ろしく混んでますね。混雑的には正直今日ね、多分お盆休みの中で一番混んでますね。もう7月とか8月の中ではもう一番混んでると思います。というのはですね、一応おととい15日にご紹介したと思うんですけれども、実はですね、その日に台風7号が直撃する予定だったんですね。直撃するってずっとニュースで言われてましたので、多分ね、それを避けて別の日にインパしようって考えてる方がね、たくさんいらっしゃったと思うんですよね。で、その反動がまさに今日っていう感じなんですよ。なので今日のね、パークはね、本当に混んでます。ということでですね、その最新の混雑状況とか、いろいろね、変わったところとかご紹介させていただきたいと思います。では早速ね、まずはビッグマンドビートから見ていきたいと思います。今日は A の16列です。はい、今 BBB 見て2時45分になりました。そしたらですね、ちょっと混みすぎてね、お昼ご飯食べれてないので、今からニューヨークデリーでご飯食べたいと思います。多分ちょっとは空いたんじゃないでしょうか。今ですね、ニューヨークデリーでご飯食べたんですけれども、結局ね、めちゃくちゃ混んでて30分ぐらいレジにかかってしまいましてですね、もう今3時40分でございます。で、あと1時間後ですね、4時45分からダッフィー&フレンズのスマイル&ファンが始まりますので、お次それ見たいと思うんですが、あと1時間ありますのでね、ちょっと軽くこの辺見ていこうかなと思います。相変わらずトイマニア大人気です。未だに100分待ちです。タワーオブテラーは若干列短くなりましたね。さっきの列が80分待ちってことは、今現在は70分待ちぐらいでしょうかね。まあでもね、ここ U ターンしてそのまま中庭に行くぐらいですから、めちゃくちゃ混んでますよね。70分待ちでした。全然時間減らないです。前はもしかしたら若干減るかもしれないですけども、でも50分今4時ちょうどです。4時15分からジャンボリミッキーがあるんですが、どうやらやるみたいですね。まあ、だいぶね、日も暮れてきて少しずつですけれども涼しくなってきたような気がします。まだ暑いけど。ケープコットやってきました。ポップコーンの列がえげつないです。20分ぐらいかかるかな。夏イベという夏イベはやっていないんですけれども、一応この辺にですね、サマーナイトメロディーというダッフィー&フレンズの装飾がありますので、ぜひ皆さんもね、来てみてください。今現在やってる唯一の夏イベです。アクアトピアのびしょ濡れバージョンですね。今現在50分待ちです。アクアトピアにね、実際乗ってみたライド映像ありますので、ぜひね、そちらの映像をご覧ください。めっちゃ濡れました。今日も時間があれば乗りたいですね。ただね、超混んでるので微妙なところですね。夏限定になるんですけれども、プライオリティパスも存在します。えげつない行列が見えます。今アプリで確認したんですが、なんとアクアトピア55分待ちです。そしてニモ&フレンズシーライダー、なんと70分待ちになってました。これはすごいですね。本当コロナ前クラスになってると思いますよ、待ち時間的には。ものすごい行列です。ここまで列伸びたのは本当に3月ぶりじゃないでしょうか。間違いなくお盆休みで一番混んでますね今日は。そしてアクアトピアもなんかここまで来てますからね、すごいですよ。今日はアトラクションほぼ全部のアトラクションがね、1時間近いですからね、まあ、シンドバッドとか抜かして。わー、なんと60分待ちに伸びました。ここぎゅうぎゅうになってね、さらに向こうまで行ってます。こんなアクアトピア見たことある？コロナ後ジョマジョ初めて見ましたよ。さすがびしょ濡れバージョン復活したアクアトピア。インディージョンズアドベンチャーは今85分待ちとのことです。えぐいですね。もうこれはね、プライオリティパスとかシングルライダーやってるんで、シングルライダーで行っちゃった方がね、圧倒的に早く行けると思いますよ。このぐらいの時間になってようやくキャラクターたちが出てきました。もうね、ずっと出てこなかったんですよ、暑すぎて。でもね、4時過ぎぐらいからちょっとずつ出てきますね。暑さも和らいでくるので、
ので、キャラグリを見たい方はあんまりね、お昼とかは期待しない方がいいと思います。暑すぎてキャラ出てきません。熱キャンってやつですね。そしたら今ですね、4時35分なんですが、あと10分でダッフィー&フレンズのね、ハーバーグリ始まるので、でぼちぼち場所取りしたいと思います。残念ながらどうやら2回目も熱キャンだそうです。マジか。東京ディズニーシーからのお知らせです。はい。今回のダッフィー&フレンズのスマイル&ファンは高気温のため中止させていただきますとのことです。どうぞ。今日はハーバーショーはどうやらビリーブのみになりそうです。夜イベだけですね。いやー、なんて寂しいディズニーシーなんだ。これはディズニーオータも来ないはずですよね。それではですね、お次は5時5分からマジックランプシアターのプライオリティパス取れてますので、お次そちらに向かっていきたいと思います。今5時ちょうどです。なんとビリーブ待ちがすでにいますね。まあ、まだ全然埋まってはいないですけれども、数人並び始めてます。さすがお盆休み、遠方の方がいっぱいいるということですね。もう11月にやり始めたショーなので、まあ、最近はだいぶね、見る方減ったなと思ったんですけれども、まあ、こういう時期は増えそうですね、ビリーブ。ジャーニーですね、センターブギャースは朝はね、ここまでぎゅうぎゅうになってたんですけど、ちょっとだけマシになりましたね。最後尾がここになってます。でもまだまだ90分待ち、1時間半待ちですね。十分すごいです。今5時ちょうどです。なんと2万マイルが未だに40分待ちです。でこのですね、理由なんですけれども、プライオリティパスの対象だからだと思います。プライオリティパス持ってる方は一瞬でね、乗り場まで行けちゃうんですけれども、その分ですね、一般のスタンバイが伸びちゃうんですよね。なのでこんな感じで2万マイルでも40分待ちとか行ってしまうわけです。なのでプライオリティパスめちゃくちゃいいんですけれども、ここがね、メリットとデメリットだと思います。いいのは短く、プライオリティパス持ってる人はめっちゃ早く乗れるけども、持ってない人は超並ぶことになるということです。はい、ではマジックランプシアターです。5時5分からプライオリティパス取ってあります。なんと列がまだこんなにあります。40分待ちだそうです。今日本当にめっちゃ混んでますね。そしたらですね、この40分待ちをどのぐらいショートカットできるのか実際に試してみたいと思います。はい、では今読み取りしました。こっちにはね、めちゃくちゃ並んでますけれども、その横をスーッと素通りしております。はい、あっという間に入り口です。0分待ち。はい、今ですね、マジックランプシアター見てきたんですけれども、プライオリティパスのおかげでね、もうほんと入り口目の前まで一瞬で行けちゃいました。やっぱいいですね。それでは今5時40分になりました。少しずつ日が暮れてきてちょっと涼しくなりました。まあ、まだまだ暑いんだけどね。そしたら今度ですね、6時20分からインディのプライオリティパス取ってますので、お次ロストリバーデルタに向かっていくんですが、あと40分ぐらいあるので、もう少しこの辺いろいろ見ていきましょうか。やはりね、外国の方とか学生が多いみたいですね。普段ね、あんまり並ばないようなところが行列できてます。シンドバッドはようやく落ち着いたようです。今日のお昼はね、20分待ちまで行ってました。そしてジャスミンのフライングカーペットはなんとここまで列できてますね。なんとこんなところに最後尾が見えますが、レイジングスピリッツですね。これはすごいぞ、レイジング。今日何分待ちだ。そしてファンタジースプリングスの柵がこんなところに出来上がってます。ここにも何か柵がありますね。すごいですね。6時の段階でこの列なので、朝とか昼はもっとすごかったんでしょうね。今現在は何分待ちだ。お、なんと衝撃の70分待ちです。まあ、これもね、プライオリティパスですので、通常のスタンバイがおそらく伸びちゃったんだと思います。今6時25分です。インディージョンズアドベンチャーにやってきました。今現在の待ち時間は60分待ちですが、プライオリティパスだとどのぐらいで行けるのか早速行きたいと思います。横には60分待ちの列がありますが、真横を素通りしております。
全然止まることなく進めちゃいますね。はい、ということでインディージョンズアドベンチャーでした。もうね、一瞬で階段の目の前まで行きました。まあ、イコールね、3分ぐらいですかね、待ち時間。めちゃくちゃ早く行けるんで、これは絶対使うべきですね。それでは今6時40分ぐらいですね。ビリーブが8時からなので、もうちょっとこの辺のアトラクとか見て7時半ぐらいになったら並びましょうか。で、今インディの待ち時間55分になってて、さらに5分短くなったんですが、おそらくですね、ビリーブ待ちが増えてきたからだと思います。やっぱお盆休みはね、かなり遠方の方いまして、ビリーブまだ見てない方はたくさんいると思いますので、まあ、多分ね、この後どんどん減ってきて、でこれ最初の方にも言ったんですけれども、もうビリーブやってる最中とかはね、本当結構空きますので、アトラクション派の方は、まあ、ビリーブは見れないんですが、そのやってる最中に並ぶといいと思います。今6時57分です。やばいっす。なんとニマンドフレンズシーライダー60分待ちです。この時間帯で60分ってやばくない？今日本当に超混んでるやん。やはりすごいぞマジで。3月超えてるかもしれません。まあ、これもですね、おそらくプライオリティパスがね、ニマンドフレンズシーライダー導入されてるからだと思います。スタンバイの列がね、若干伸びちゃってるわけですよね。プライオリティパスの列ですらかなりの行列になってますね。プライオリティパスであの列ですから、それは一般の列も伸びますよね。60分はやばいわ。この時間帯になってもこんなに列できるって本当にコロナ後ではあんま見たことないですね。3月ですらこの時間帯はもう列なくなってたはずですけどね。そしてアクアトピアもすごいことになってます。まだ最後尾ここにありますよ。やばいな今日のディズニーシー。これはビリーブもですね、おそらくもう見れないんじゃないかな、場所的に。今日は穴場から見ようかな。はい、今7時半ちょうどぐらいです。タワーオブテラーはですね、まだまだなんと65分待ちとのことです。すごい行列ですね。ビリーブ効果のおかげで若干は少なくなりましたけど、それでもまだこんなに混んでます。今日がいかにね、激混みなのかよくわかりますね。すごいですね、この行列。多分ビリーブ中にもうラインカットしちゃうかもしれませんね。すごい混雑。遠い間にもまだまだすごいんだろうな。遠い間にです。この辺には写真撮ってる人いっぱいいますね。やはり学生が多いみたいです。そして7時半の段階でなんとまだ80分待ちとのことです。やっぱね、涼しくなってきて結構外に出てきてアトラクに並んでる方が多いのかもしれません。そんなにお昼とね、列の長さは変わってないように見えます。これもビリーブ中にはラインカットしちゃうでしょうね。今アプリで確認したんですが、ソーリンが90分待ちです。今7時半ですから、今から並んだらもう閉園の9時ちょうどですね。なのでおそらくあと10分ぐらいでラインカットしちゃうかもしれません、ソーリンは。すごいですね、7時半でラインカットとは。衝撃の混雑具合ですよ今日。あと30分でビリーブなので、ぼちぼち場所取りしようかなと思うんですが、まあ、おそらくね、もうメインのところはもう全然取れないと思うんですよ。今日この人数ですので。なので、まあ、穴場から見ようかなと思うんですが、つい最近ご紹介したフォートレスもおそらくもう取れないと思いますので、メンバーシップでご紹介した穴場から今日は見ようかなと思います。さすが、ジョマジの穴場です。あと15分ですが、余裕で採点取れました。ビリーブが終わりまして帰りたいと思いますが、ショップの列がね、えげつないことになってます。もうショップはね、お昼とか朝のうちに買っときましょうね。もうそうしないと夜行ったらレジだけで20分ぐらい並ぶことになりますからね。久々に見ましたね、こんなに混んでるアクアソフィア周辺を。すげえな。
今日がいかに混んでたのかが分かりますね。今日は電車とかバス乗り場もすごいことになってるんじゃないですか。やはり予想通りバス乗り場がすごいことになってます。なんか見たことないぐらいの行列がそこら中にありますね。ここもすごいぞ。これ何これ、うわ、えらいことになってるな。これがお盆休みで遠方の方が多いということですよね。バス乗るだけで10分20分待つんじゃないですか。これは向こうの列もすごい、すごすぎ。駅もねかなりの激混みだと思うので、極力ですね早めにパークアウトしましょう。ここら辺なんて歩くスペースないぐらいすごいことになってんぞ。3月でもこんなに混んでなかったですけどね。全てのバス停が大行列になってます。そしてまさかタクシー乗り場ですか。これはすごい行列だぞ。タクシー乗り場、これはおそらくねほぼ外国人だと思います。並んでるのは外国の方からするとね、やっぱタクシーの方が、安全ですよね。お金はかかりますけれども。はい、ということで本日はですね2023年8月17日木曜日の東京ディズニーシーの様子でした。めっちゃ混んでましたね、本当にすごかったです。もう3月ぶりぐらいにこんなに混んでるディズニーシーみたいなって感じでも9400円ですからね。これ9400円でそんなに40周年の装飾もないし豪華なイベントもやってないのにこれですよ。やっぱねおそらく台風の効果だと思うんですけれども、お盆休みってすごいなと思いました。はい、ということで終わりにしたいと思います。ジョマジでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白い参考になったなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。さらに特別な生放送が見たい方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それでは次の映像でお会いしましょう。ジョマジでした。バイバイ。